青コーナー171センチ 55.95キログラム 渡部隼人。さあその実力やいかに、渡部隼人。赤コーナー176センチ 54.75キログラム 伊原亮。ここで名を馳せて、まさかあるか、アデスサンヤトロイ戦は。レフェリー永瀬、また今大会は全ての試合においてゴールドパートナーの B ベット様より勝利者賞として、 B ベット内で使用できるポイント10万円分が申請されます。さあいよいよオープニングマッチを迎えます、ブレイキングダウン4です。放送席は朝倉未来さん、朝倉海さん、そしてひろゆきさんにもゲストで加わっていただきます。ひろゆきさんよろしくお願いいたします。いかがですかこの空気感は。いやもうだからやっぱ素人の生きった人ってめっちゃ面白いですよね。いいの連れてきたなと思って、よくいましたねこんな面白いキャラが最初から。はい、まあ、未来さん、ひろゆきさんにもオファーをという雰囲気にもなってきそうですが、怪我さえしてなければね。さあオープニングマッチです。フライ級ワンマッチキックルールです。 56.5 キロ以下、伊原亮かそれとも渡部隼人か。レディー、さあ1分最強の戦いがスタートします。ブレイキングダウン4のオープニングマッチ。結構様子見するんですね、いきなり突っ込んでくる。少し距離取りましたね。おっと入った。はい、ミクさん、この一戦はどうご覧になってますか。まあ充実が得意って言ってるんですけど、すごい大きいこと言ってたんで、伊原選手がどのぐらい強いのか、はい、右、あんまりパンチ見えてないですよね。でも根性ありますね。渡部のスピードは海さんいかがですか。右入ったか、いいですね、やっぱ返しすぎた。ミノル30秒前、ローガーで打ち合おうというふうに話していましたけど、右相当ダメージはあるはずです。伊原亮、渡部のスピードついていけるか。渡部さん完全にディフェンス技術あるじゃないですか。前蹴り、でも伊原選手根性ありますよ。あと15秒です。根性だけはすごい、根性ありますね。まだ下がらない、2段左右。サスポースタイルは10秒前、10秒切ります。入った、押収、右の範囲、耐えるな、見えてないし。ここで終了のゴングが鳴りました。耐えた伊原亮、いいですね。いやでも頑張るぞ、待っていきます。相当ダメージありますよね。なんとか立っているという状況でしょうか、伊原です。すげえブレイキングダウンらしい試合ですね。本当に素人なんですけど頑張りましたね、多分。いやすげえ、ちょっと僕負けてますけど、伊原さんの方がちょっと僕の中でポイント上がりました。この表情です。さあ判定です。伊原かそれとも渡部か。いや分かってるでしょ、見てる人みんな。判定の時を待ちます。それでは判定の結果を発表します。ジャッジ横田、青渡部。ジャッジ橋本、青渡部。ジャッジ伊藤、青渡部。以上3対0をもちまして勝者渡部隼人。判定3対0で渡部隼人。